豚に対する主張圧迫法生液採取とは人や家畜などにおける人工受精のためにオスの動物から生液を得る行為。馬用人工窒人工窒を用いる。牛や馬などで主に行われる方法で広く普及している。一般的な人工窒はゴム外灯、ゴム外灯、硬質外灯の三重構造で硬者二つの間に湯を入れて、 室内の温度を再現する。また、人工室内に空気層を残すことで陰形を直接挿入する。ゴム内胴内の圧力を調節する。この際、ギメス台と呼ばれる台、またはダイメスと呼ばれるメスに家畜を上がさせて生液を横取りする。講師の故障などで上が困難な個体では、その他の方法が取られる。馬の場合前方に外陰部を露出させたメス馬を、 僕とギメス台にジョンがしやすい。直腸に電極棒を挿入し、人工的に射精させる方式。牛の場合、3ボルトから 15V の範囲で、断続的に電圧を上げていくと、低電圧で尿道急潜液、10から 15V で濃厚精子を含む、精液分割を得られる。直腸から腕を挿入して、静幹棒ダイブと性能を交互にマッサージする方法。牛で行われ。 包皮内に射精することが多いために、雑菌の混入が多く、生液量が多くても、精子濃度が低い。豚で行われる方法で、オス豚がギメス台に浄化して、陰形を出し入れし始めた頃を見計らい薄い、ゴム手袋をつけた手で陰形を直接指示し、せん部を圧迫することで射精する。対象者が思春期以降であり、オナニーをすることができる場合、生液検査や、 人工受精の際、自宅、または医療機関の再生室でオナニーにより採取する。オナニーを習得していない若年者が、小児がんの任用性温存療法などのために、精液採取を行う場合は、オナニーの方法を教授した上でオナニーをさせるか、人工秩法、性官房大部マッサージ法、または全身麻酔下で電気刺激法によって射精させて採取する。 ありがとうございます。